皆様こんにちは。フルートミュージカル創造者の斉藤いかです。はい。えっ、ー、と、今日はちょっと遠方に行ってたんですけど、その話はまた明日しますね。えっ、ー、と、今日はまず昨日のご報告ですね。はい。 えっと、昨日はね、ルネサンスのバスフルート。で、えっと、まあ、あの、トリオでね、あの、恋の歌を、はい、<laughs> ちょっと聴いていただいたんですけど。<laughs> そこで先生のコメントがですね、面白かったですよ。若さが足りないと。はい。えー、私たち二人、三日二人は、はい、あの、そこそこいいお年なので、若さ足りない。うん そうか、と思いますが。はい。えっ、ー、と、頑張って恋をしている時のあのキャピキャピした感じになるようにと思って吹いてたんですけどね。<laughs> なかなかね、あのー、 なんかね、若い時のこのイケイケドンドン感はやっぱり減ってしまうみたいですね。あの、昔の人の曲って、あのー、恋の歌が多いわけなんですけども、本当にルネサンスの時の歌をやるとですね、歌詞がですね、あなたがいなかったらどうやって生きていったらいいかわからないでいう、まあ今でもポポスでも確かにそういう歌詞あるんですけど、もうちょっとなんか切実な感じだったりとか、逆にすごく恋をしてる時って、もう本当にルンルンなんですよね。あのー、 恋こそ我が命じゃないけど、はい、あの、恋のない人生はありえないぐらいの感じで、今はいろんな生き方があってね、結婚しないのも選択肢の一つですし、あの、恋をせずに、あの、例えば二次元の恋を、はい、大事にする方っていうのもいらっしゃるし、2.5次元っていうのが今あるらしいんですよね。なので、今ってすごく生き方がいろいろあるんですけど、当時は本当にあの、人のね、命が短かったっていうこともあるんでしょうけど、あの、恋こそ全てって感じのこのね、時代感。 はい、すごく面白かったです。昨日は本当にもうなんか、若さが足りないでと,いところがつぼってしまって、で、まあ、最後、ルンルンで吹いてたらもうハイテンションになってしまったわけなんですけど。で、その後、えっ、ー、と、クラシックフルートですね、はい、うちにある子ですね、はい、えっ、ー、と、クラシックフルートなかなかね、<laughs> えっと、モダンフルートで本番が続くときにやるもんじゃない <laughs>。って先生にまず言っちゃったんだけど、あの、 指が、まあテーマはなんとかなるんですよね。まあ音程の問題とかは、あの若干あるかもしれないんだけど、あとキーの重さの問題。だけど、まあテーマはなんとかなっても、あの、いわゆる変装部分がね、本当になんか戦いが起きます。あの、これはギスキーじゃないんだと、あの、これはロングキーなんだって思ったりとか、F とフィスはこの指が必要なんだとかっていうのが、 ものすごく戦ってて、抑えちゃいけないって思う私と、抑えなければいけないっていう私が、今、せめぎ合っていて、はい。えっ、ー、と、これはかなり、あのー、はい。そういう部分に関しては、時間をかけてやっていこうと思っている次第です。で、なんと嬉しいことに、あの、これを最近始めた方が私の周りに、あの、ちらほらと、そしてまた始めたいと思ってらっしゃる方も2歳いまして <laughs>、いつかこれでね、はい、あの、皆様の前でコンサートをね、お披露目できたりとかするんじゃないかななんて、 思ったりなんんかしてるんですけどまあその前に私がちゃんとねはいあのまあ皆様の前でこれをスラスラと持ち替えて吹けるようになるためには相当特訓が必要ですねはいうん頑張りますということでえっ、ー、とあ今日はえっ、ー、とうちのはいえっ、ー、とうん1212345678999の。 <laughs> はい。あのー、フルートです、まあ。基本のスタイルとしては8キーでいいらしいんですけどね。1個オプションで付いてるのがあるみたいですよ。えっ、ー、と、これは、えー、と100年ぐらい前のフルートです。はい。ということで、はい。あのー、うちにある楽器紹介ですね。はい。今日は、えっ、ー、と、吸金のフルート。今外しちゃった。<laughs> はい。を、えー、と1個ご紹介しました。これも分解するのがね、キーだらけでね、本当に。 怖いわけなんですけど、あの、拭いた後なので、乾燥させておこうと思います。えー、今ね、ちょっと遠方から帰ってきたんですけど、昨日ね、あの、確認した指を忘れないように、ちょっとだけ練習してから、今、片付けるところです。はい、ということで、えっ、ー、と、はい、あの、滝のフルート。 魅力的だと思ってる方。はい。あの、フルートに似て非なる楽器と思った方がいいぐらい、文詞がややこしいですけど、めっちゃ面白いです。はい。いい楽器ですね。やっぱりね。で、こう、歴史も知ることができるので、はい。もっとスラスラ吹けるようになってから言わなきゃいけないんですけど。はい。うちの秘蔵子です。<laughs> 大事に使っております。頑張っていこうと思います。今年ね、入手したばっかりですね。 8月ぐらい、9月ぐらいだったかなちょっと忘れちゃったんですけど、そのぐらいに。はい。ということで、皆様、またね。